恐ろしい台ですよ。道具もあの持ってきたので。せい、あ、素晴らしい。あざす。おお、素晴らしい。さあ、ここから勝負ですね。そうですね。はい、セシールでじゃあ、ケツバットどうですか。死にますね。せい、オーケー。1個取りました。あざます。鉄の10回回っては、私が頑張って見せます。皆さんこんばんは。なんでなん、徹子の部屋です。あの今日はですね、見ての通りまたショールームに お邪魔しております。まあ、もちろんあの三協様のショールームでして、今回ご紹介するのがですね、このアイドルマスターミリオンライブということでやってまいりました。なんかちょっと今日けどちゃいますね、はい、セットが。セット、いつも僕らなんか立ってやってる。ああ、そうですね、はい、今日座ってるし、ちょっとまだ今日は素晴らしいゲスト、まあ、YouTuber のですね、大物中の大物をお呼びいたしまして、はいはい、まあ、もちろんこの機種を丸裸にするだけじゃなくてですね、来ちゃったね、ええ、あの人がね。そうです、いよいよ来てしまいました。来ちゃった。それではお呼びします。ワンゲームの鉄さんです、どうぞ。はい、いつもワンゲーム TV という YouTube チャンネルで妖怪道中記っていう番組やってます、ワンゲームの鉄です。よろしくお願いします。よし、よし。なんかおかしい、おかしい。呼び込みの前にハードル上げすぎだ。座りましょう、はい、すみません、座ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、お呼びいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に、はい、ちょっと僕が今日時間ギリギリだったので、まだメイクが済んでないんです。ああ、そうですね。すみません、すっぴ初めて。そうなんですよ、はい、なのでちょっとこれから、はい、メイクをですね、あぜひ はい、していこうと思うんですけれども、はい、せっかくなので、はいはい、トミーさんが僕のメイクしてみます、はい、あれあれせっかくなんで、があれ、はい、メイク道具も、はい、持ってきたので、あ、はい、僕の見た目になってもらっていつもの感じの逆でやるっていうのが面白いかなと思って持ってきました。あ、ありですかそれは。いやいや、全然やらせてください。あ、マジですか。はい、ちょっとびっくりしますけどね。はい、じゃあこれからちょっとトミーさんに、はい、メイクの仕方を 僕の我流ですけど、いえいえ、はい、お伝えしていくので、僕のメイク道具と、あと、まあ、あんま共有、今だとねこういう時期のあれなんで、はいはい、新品で買ってきてありますので、それを使ってやっていきましょう。わかりました。じゃあ私が鉄さんになりきってやりたいと思いますんで、はい、どうなんですかね。ちょっとどうなるか、顔の作りが違うから、違う人がやったらどうなるか、それ見てください。そうですね、はい、はい、それをやった後にじゃあアイマスのやつでいきましょうか。わかりました、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、道具を揃えました、はい、これが鉄になるためのキットでございますね。そうです。で、完成品はこのようになっております。ここに多分僕の顔が出ると思うんですけど、これが完成品ですね、はい、はい、なので、ちょっと今からやっていくんですけれども、ちょっと道具の紹介だけしましょうか。はい、はい、まず僕の白塗りのベースになってるのがこれマスカリスカイかけなんですけど、三吉さんのですね、リキッドメイクアップ、これお白いです。お、僕普段は黒塗りと白、赤塗りかを自分のやつでこれでやってるんですけど、はいはい、これが、まあ、動乱ですね、動乱っていうか、まあ、クラウンカラーって言うんですけど、これが赤と黒のやつでやってます、はい、で今日は、まあ、共有になっちゃうので、これ新品を買ってまいりました。クラウンカラーのアソートですね、はい、青まであるんで、もしよかったらいつか青使ってください。なるほど、なるほど。ジャグラー的な、こういうジャグラー的な、どうとでもできるんですよこれ、はい、ワンチャン小梅太陽もいけるんでこれで、はい、いけますね、はい、ポタ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 って、これ面白いです。じゃあこのパフを使っていただいて、まずはもう徹底的に白く塗っていきましょう。はい、白く塗る以外ないです。大体でこの量で大体間に合うんですか。間に合います。どっから塗るのか、このメイク雑な方が味が出るんですよ。綺麗にやっちゃうと、ただのピエロになっちゃうので、はいはい、こう目に入らないようにだけ気をつけてください。 OK です、 OK です。そしたら一旦黒をすくってもらって、目の周りにぐるっとパンダみたいに一周巻きます。サイズでいいんで、サイズちっちゃくていいので、こうパンダになる感じで、ああ、いいですね、いいですね。したら、今度は口なんですけど、ダッダッと赤ですね、赤取ってもらって、ここに、こう、少し線を描くように、線を口に塗って、
側も1本だけ線引いちゃいます、うん、あ完璧です完璧です、阪神タイガース亀山瀬とちゃうやないか、またまさかのそっち行ったんですね改めまして、改めまして、よろしくお願いします。はい、これで完成しました。僕2号になりましたね。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうちゃんとこのね、僕の番組のオープニングで使ってる、はい、ルシール。はい、あの僕のところではセシールって言うんですけど。下着のやつじゃないですか。ルシールだとニーガンのやつになっちゃうので、僕の中ではセシールですね。はい。柔らかい国、セシールすごいいい名前ですよね。確かにそうですね。ありましたよね、セシールっていう CM。そうです。シオンセサコのシオンセサコの。そう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 。あのおじさんおばさんしか知らないやつで、ね。ありましたね。はい。ということで、今日はですね、このまあ僕と僕2号トミーさんで、このアイマスやっていきましょうか。そうですね、はい、はい、まあ多分これ見てる方はほぼほぼ完全には知らないですよね。そうですね。で結構ちょっとスペック的には、はい、特殊というか、説明するところが多いので、そうですね、実際まあ打ちながらトミーさんに解説していただいて、はい、まあ細かいところとかは、僕の方で補足していくっていう、なるほど、ありがたい、スタイルで、はい、心強いです。はい、はい、やりましょうか、はい。じゃあまずは、はい、実際にこの遊戯始める前にその担当キャラですね、ですね、まあ、推しというかを決めましょうか。決めていくっていうやつですね。で推し名選んでいくんですけど、私は七尾百合子さん。はい、この方がすごい有名というか人気があるということで、特技ペン回しって書いてますなんか昔流行りましたよね。ありました、ぐるんぐるんやってましたよね。もう授業よりそっちに集中してたっていうね、はい、これにじゃあします。はい、じゃあ七尾さん選択で。はい、でスペック説明なんですけども、はい、319.7 分の1で、ストックタイムに移行するって感じなんですけど、ストックタイムは要は時短ですよね。これが100回を150回に分かれてまして、はい、大体まあ100回転が 75%、はい、150回転が 25% っていうところで、はい、その V ストックっていうのが、1回の大当たりと 72% の、まあ、継続率を持った当たりになってますんで、はいはい、1回の大当たり出玉を取った後 72% の、ループを取り続ければいいんですけど、それがストックが最大4つまで取れるということなんで、まあ、72% を仮に4つストックしたとした場合、うん、1個がダメ、 72% ダメだった、 25% 引いた、はい、またあと3つまた 72% を繰り返せるということなんで、はい、これいつ終わんの的な。そうですね、そういう初めに最大ストックまで貯めちゃった時っていうのは、はい、4回まで耐えられるってことなので。ですよね。結構その最初のストックでやれるやれないが結構出玉に、はい、関わってくるかなって感じですね。あともちろんそのシステムに加えて U タイムも搭載されているということで、はい、959回転、はい、以上回すとそのストックタイム、150回の方が選ばれて、なるほどっていうところですね。そこに入って、はい、いきなりそこに突入するという形なので、これまたすごいシステムなのかなと、新しいシステムなのかなというふうには。そうですね。だからその継続率を持っている当たりをストックするっていう多分概念が、多分なかったです。説明で聞くと多分伝わりにくいと思うので、うん、実際見ながらですね、はい、やるしか多分こう分かりやすく説明する方法がないというか、でそのストックタイム中に何個貯められるかがまず第1個、うんうん、第1回まずは当てることですね、うん、まずは当てるところ、はい、まずは当てること、当てたらストックする。そうです、ストックタイムです。そうですね。なんかこんなゲージがあるんで、はい、これでアクションが起こるんでしょうね。ここで僕今眼鏡取ってるんでもう何をやってるかちょっと分かんないんですけどあ、そっか、視力悪いですよね。めちゃくちゃ悪いんですよ今赤ホールになりましたね。赤ホールが見えないトミさん、なってます。メガネかけました。メガネかけました。いいんですかこれメガネかけて。はい。なんか変な感じになりますけどいいですか。何これ、あのトミーさん感は増しました。あ、よかったです。トミーさん感は増しました。引きます、引きます。はい、素晴らしい、はい、大当たりでございます。さあこれでへそ、ありがとう、ありがとう。へそ当たりは取れましたね。はい、はい、319分の1を当てました。はい、で大当たりが450発。
そうです取れるという。最初は3ラウンドだけですね、はい、ここで 75% は 25% の 75% で100回のストックタイム、はい、25% で150回のストックタイムというところですね、はい、なんか150の時には100超えた時に超えましたエースがあるみたいですね。だ道中分からないですね。分からないみたいですけど、まあ、とにかく100回に全集中。そうですね、そうこの100回、ね、この100回めちゃくちゃ大事なんで、はい、ここに全集中。これでもなかなかドキドキしますね、はい、この感じはちょっとまた新しい感じです。でストックタイムは最初の1回しかないので、ここで貧富の差が生まれます、はい、なるほど、なるほど何個貯められるかっすね。そうですよね。でこれをどういう風にシステムを実現してるかっていう話は後ほど僕の方から困ってます、はい、とりあえず右打ちましょう。では行きます、はい、でこの台よほどの場合を除いて、トイレには行かないでください。あ、なるほど。右打ちを止めちゃいけないです。なるほど。だけどこの番組後ほどですねトイレに行くタイミングを教えますこれはどっち、まあ、とりあえずじゃあベタで、じゃあベタの方でいきましょうか。チャンス告知でいきます、はい、はい、行きましょう。さあ頑張ってください。はい、ではストックタイム100号は150回、はい、突入していきます。ストックタイム中は絶対に右打ち止めないでください。絶対に右打ちを止めない、はい、止めない。打ち続けて、まあ球の減りもないということですから。ないです、はい、この最終地点が1個返しあるので。あ、そうですね、はい、だから安心してっていうか必ず打ってくれっていう感じですね。減りません、ええ、これがね最大4つ溜まりますんで。そうですね、何個貯められるかが、で仮にストックができなかったとしても、はい、大当たりの一つ一つが全部継続率を押すので 72% 継続が。あ、残念、まあ、あのままバーンってなったらもう要はストック1個ですから結構スピーディーになんか溜まっていくような感じなんですか ね、おそらくは。おっと、ストックチャンス、早い早い。あ、まだチャンスか、うん、まだやな。これで、で引く、いけば、よし、オーケーです。これストップ。これです。大当たりとループを持った、そうです。ですね。ループを持った大当たりを書くところです。はい、でこの時点で、まあ、当たり1個かくってるんですけど、普通の台はここで普通当たりを放出するじゃないですか。こいつは当たり貯めます。うん、で当たりを貯めながら次の当たりを狙っていくっていう、これはあんまり今までないですよね。そうですよね。ちょっと覚えがないですね、うん、これは。残り一応50回、競技場50回、今紹介しました。もう折り返したってことですね。はい。お、赤い、赤い。あ、素晴らしい。もはや2つ目、これで2個目です。でこれは単純に当たり2個というわけではなく 72% ループを持った当たりを2個取ってるってことなので結構でかいです。でかいです。でも2個食べられるだけで相当でかいですね、うん、そうです。しかも 50% で1500発ですから、すこれも大きいですね。わあ、これまた、これまた来そう。3つ目いくぞ。3つ貯めたらやばいですね。お、黒も赤も赤ホール出てますね。文字は普通ですけど、いくでしょう。よし、すげえ3つ目です。うますぎるです。ストックタイムはもう残り約20回、はい、というところですけども、もう一個食べればマックスですね。で当たり中も止められないし、はい、このストックタイム中とか絶対止めちゃダメなんですけど、はい、止められるところが1箇所存在するんですよ。なるほど。1ラウンドが終わった後、はい、2ラウンド目ここのスルー通すんですよ、はい、そのスルー通す前だったら止めていいです。あ、なるほど。で僕今止めてって言うんで、その時止めてもらっていいですか。はい、これがもう当たり待機中ですね、はい、ここから当たりを放出していきます。これで当たりですね。1個目の当たり放出です、はい、なんか独り占め感覚がすごいですね、推しの
押しじゃないか、プロデューサーだから押しじゃないですね、はいはい、担当ですね、担当、担当。さあ当たりでございますと、これ10ラウンド確定ちゃう？あ、かもしれないですね、はい、最初にこのバババっていくので、ここで止めて、止めていいです。でこれ1ラウンド終わるんですけど、しばらく止めてるとスルー通せて出るんですけど、ここで止めてると大丈夫です。なるほど、2ラウンド目始まるないんで。なるほど、あのこの最中はトイレ行って OK です。あのタバコ吸いに行っても OK ですし、なんだろう、ストックタイム中とか大当たり中とか、まあ、とかその要はパンクしちゃうとかいろんな理由で止められないんですけど、ここだけはここ5ですね、通すまで始まらないので、ちょっとお腹痛いなと思ったらここまで待ってくださいっていう。大丈夫ですか？はい、じゃあ打ってみましょうか。いや、いきます、はい、でスルー通すとラウンドが始まります。はい、開けました今。はい、開けましたね。でここは2ラウンド目、こういうふうにラウンド数ですね。はい、で今これ10ラウンド取ってるので、はい、当然 72% の継続取ってます、まあ、72% の継続のうちの、まあ、50% が10ラウンドなので、はい、じゃあ 72% 継続してどういう理屈なのかっていうと、今 V ストック、まあ、初回含めて3つ取ったじゃないですか。で 72% を取り続ける限りこの V ストック減らないんですよ。でどうやってなんで減らないかっていうと、終わった後に追加で1個 V もらいます。だ V を1個減った分っていうのを72% 取ってれば私補充してくれるんで、それで終わらない。そして振り分け向けて 28% の方を引いてしまった時は、当たりを終わった後に V の補充なしで1個消化しちゃいます。ただその次の V でまた 72% 取り続ける限りずっとぐるぐる回るんで、1個1個の当たりがもう例えば5連チャン5連チャン5連チャンとかもありえるっていう。でこれで、V をもう1個ストックできるので、多分ここを打てばどういう仕組みになってるかはなんとなく分かると思うんですよ。まあ後で細かく説明しますけど、はい、ここで V を補充しましたよってところでピンとくる人が来ると思います。これはちょっと4ラウンドか、あ4ラウンドでだから、50%ここで行けばいいんか、うん、ガチャンってなればいいんだ。よし、はい、素晴らしい。これ10ラウンドですね。また確変確定ということで、なので、また V ストックを消化せずに次いきます。そうです、まだ残ったまま、ね、残ったままです。 28% を引くまで、 28% 引くまで V 消化できません。なくならない、はい、恐ろしい台ですよ。そうですよ。だから初めに1個しかストックできなかった人と4個ストックした人だと運命の差が出るんですよね。いや、出玉感も相当早いですね、これ。早いです。だからやっぱ1500発のその10ラウンド引き続けるとすごい早いですね。そうですよね、当たりの間隔もめちゃめちゃ短いんで。さあこれが追い込まれてる状態ですね。ちょっと追い込まれてます。どうだで、いきます。ああ、素晴らしい、まだ残ってたということで、でこれで継続なのでまた V 減らないです、はい、そうですね、こうまだ3つのまま、はい、どうやって終わるんぐらいの勢いで。そう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 、 72% の引き強い人は V を全然消化しないんで。そうですね、多分 72% 継続だと V1 個あたりの平均連チャンが多分 何個だろう、3個くらいあると思うんですよ。だ多分3個ストックしてるってことは、これだけでもう 10個、そうそうそう、あの予想としては10個分ぐらいの価値があるっていう。これで10ラウンドではなかったので、はい、3ラウンドのどちらか。そうですね、あ、赤字だ、赤字、多分いける、いける、よし、はい、素晴らしい、マックスだ。おー、なので打ち出しをしないと。しかも10ラウンドだったってやつですね。そうです、そうです、そうです、そういう見せ方もあるという。なので基本右打ち中は細かいこと考えずに返しが全部1個あるので、何も考えずにボーッと右打ちしてれば OK です。なるほど、
もう5先発表示で突破です。めちゃめちゃ早いですね。早いですね、まあ、やっぱ半分 10ラウンドあるんで。そうですね、増えるだけダダダダって一気にいきますね、はい、偏れば、うん、あ、レインボー出たからこれ確変確定ですね。 V 消化しないですね、全く、全く。まあ10ラウンドではないかもしれないけど確変だろうな。おお、うん、素晴らしい。まあ昇格ですね、あの、はい、まあ、さっきレインボー出てたんで、まあ、知ってましたけど、終わる気しないっすこれ、本当に終わる気しない。あとスピード感がすごい、まあ、10ラウンドに偏ってるってもありますけど、まあ、普通の台はこの 72% ループで終わりなんですけど、今ストック持ってるんで 72% の当たりをもうあと2個持ってますから、はい、保険がめっちゃある状態です。保険がめっちゃある。まあ全ての大当たりで319分の大当たりで必ずこのストックタイムに挑戦できるっていうのがいいですよね。あ、そうですね、最初は必ずそこから始まるんで、はい、あー、ちょっと、あ、ちょっと弱いかも。あー、一番ピンチかもしれないです。そろそろやばいか。あー、あー残念、これで、あ、こうなると割れちゃいましたね。 V 消化です。そうです、一つで普通の台ならここで終わりですけど、終わりですもんね、この台はちょっと V ストックするので、ここからまた最初さっきのループをもう一回やります。あと2回か。まあ、1回目の V で7500発取れましたから、まあ場合によっては7500、今の感じを3回やれば、ね、えらいことになる。でも 2万発ぐらいだってことになるんで、しかもスピードも速いんで、あ、ちょっと弱いですね、急にダメ。あお、いいですね。でも、おお、まあ、でも今思ったんですけど、自分のところのプロデューサーこの顔してたら嫌ですわ。これね、この顔プロデューサーはちょっと嫌だなって絶対嫌ですよ、絶対嫌だ、絶対嫌だ。確かに、あ、今一瞬で、ね、多分光りましたね。光りました、これは10ラウンドちゃいます、確変、まあ、どこ光ったんですか今、黒いランプ、今一瞬黒いランプ光りましたよ、これ多分スローで見たら、多分レスク、わー、ほらほら見て正解で、あ、2つ目、消化、2つ目消化した時点で1万発はオーバーしてます。すごいな、ラストです、ラストの V ストック入ります、ラストの 72% 計測ですね。あ、レインボー、レインボー出たんで確変確定、よいしょ、いやー、これはすごい、すごいな。ここって見られる派ですか、セグは。結構見ちゃいます、あの見たくないときはふさぎます。そうですね、あ、まあ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 、まあ、あの、まあ、もう見ちゃったんで、見る派なんですね、今見ちゃったんで、もう一回多分前なんてなると思います。結構分かりやすいです、まあ、これをね、見るか見ないかも、うん、あのユーザーによっては、そうですね、あ、そうです。おお、継続、うん、素晴らしい。だいたい YouTube 的にはそろそろ終わらせるターンですよ。そうですね、そろそろね、もうええよっていうことですね。ここであの終わらせられるかにも腕があるんですよ。尺がっていう時に終わらせなきゃいけないっていう腕もあるんで。なるほど、そう、やっぱいるんですよ、引きすぎちゃう人、あ、引きすぎちゃう人いるんで、終わらせる腕が求められている場面です、はい。
あ、弱い。お弱い。弱い送迎。あ、お、あ、あ、本当に終わった。持ってますね。師匠、ありがとうございます。あ、そうかそうか。一応これね、10回転の319分の1の時短になるんですね、これは。はい、10回転の時短が始まります。もちろんここも右打ちということで。はい。ドン。まあ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 。残念と。ということで。はい、V ストック3つでできすぎですけど、できすぎましたけど、これが一連の流れですね。まあ、ホールでこんだけやれたらすごいですよ。すごいですよ。え、普通に打つんですか？普通に打たないですか？罰ゲーム、あの恒例のセシールで、じゃあケツバットはどうですか？聞きましたよね。